いです。勝手にさ、ビップカーって言ったらゴリゴリなエアロくっついて、ゴリゴリな深りものホイール入って、うん、みたいなイメージを勝手に想像してるかもしれませんけども、そんなのもう何十年も前の話だから。今のビップカーってちょっとエアロくっついて、ちょっと大きめのホイールね、メッキのホイールとか履いて車高下がってぐらいな感じでビップカーなわけですよ。クラウンとかマジェスタをベースにしてね、それがビップカーなわけよ。 J ラグじゃん、ジャパンラグじゃん。そうそうね、ノーマルのセンチュリーのビップカーですよね。ビップカーじゃん、ビップカーセンチュリーだ。センチュリーにホイールを履かしてどうのとかってやったらビップカーなわけじゃん。でも J ラグじゃん。まあ J ラグでもいいだ。セフィーロもあれだよね、ブリブリのホイール履いて J ラグとか。セフィーロなんかはさ、だってセフィーロとかレジェンドとか、うん、セルシオとかって枠が難しいじゃん、うん、そのオーナーさんがいや J ラグなんだっていうのか、VIP なんだっていうのかの違いだと思って、ね、自分の向いてる方向性だけでジャンルが決まるからね。VIP カーの中にもその US 仕様にするやつっていっぱいいるわけ。セルシオレクサ仕様にするとかいっぱいいるわけ、うん、じゃあその人たちが、ね、J ラグだって言ったら J ラグじゃん。じゃあ J ラグが悪いんですか。 J ラグが悪い。完全にこれ J ラグ大丈夫かなこれ。怖っ。もう完全な批判をするけど J ラグっていう雑誌がいけない。でも J ラグって長かったのよ、すごい期間が。そうだね、だいぶ長いこと十何年雑誌多分やってたんだけど、まあ日本人特有だよね、入りやすいじゃん。 J ラグって入りやすいから、入り口が。あ、そうなんですか。だってもう入り口、敷居が低いもん、すごい敷居が低いから誰でも入れるわけだから誰でも見るわけ。あ、なるほど。だからそんなことやっちゃったからいけないんだよね。よく分かんなくなっちゃったっていう。ああ、なるほど、ね、やっぱね、ちゃんとこうある程度の敷居を置いた上でやらないと。だビップカーって敷居めちゃめちゃ低い、うん、もうあの段差ないぐらい敷居低い。ほぼフルフラットぐらい低いからね。低い敷居はね、うん、なんでって言ったら車種大して問わないし、その定義がないない。車種は問わないでしょ。だって何でもできるじゃん。だって別にオデッセイとか、あ、まあまあまあ、ワゴンもあるし、K もあるし、セダンもあるし。K もあるよ。ワゴンワールドとかでやるやつっていっぱいいるじゃん。ビップですか。そうだよ。まあ、だからビップカーっていうそのジャンルに関しては、そのビップカーの中であるよ。そう、セダンだったり K だったり、ワゴンだったりなんだりっていうあれはあるけど、大まかなビップカーっていうジャンルに関しては敷居めちゃめちゃ低い。何をやってこれがスタートとかっていうのは特にないじゃん。だって US は結局、だって US 仕様にされてなかったら始まんないけど、まあ、そうですね。そうそうそう。根本的な質問していいですか、うん、僕あの車に興味ないんで、うん、ラグジュアリーとか VIP って言われると、うん、高級なとか特別なそうですね。そうそうそう、イメージがあるんですよ。VIP が一緒だ。オデッセイって高級じゃないじゃん、うん、っていうところから来るんですよ。だからあのクラウンとかセンチュリーが来た場合にビップだろうなって思うんですよ。ただそこにマーク2来たらおわっつってなるんですよ。でもね、それはね、基本的な質問なんですよ、ね、それはね、正直あれだよね、もう元からそのカテゴリーでそうなってるだけだから、まあね、ぶっちゃけ車の車種がどうこうはもうあんまないんだよね。ビップかビップじゃないかじゃなくて、そのいじり方の言い方がもうビップ。そうだね、多分ね。そうなってる、うんうん、でもマーク2も高いですよね、その新車買えばね。まあ割とでもマーク2とかだと結構なんか走り屋のイメージのそうだね。まあでもあれじゃない、ね、マーク2ってよりはマーク X はビップに多いよね。いや、どっちもいるでしょ。まあいるけど、でもマーク2の方が走り屋多くない。ビップカーっていうのは本当に何でもできるの。そうだ、車種のあれはないからね、何でもできるわけ。だ、本人がビップといえばビップだもん。そう、走り屋って言えば走り屋だし、入り口がめちゃめちゃ広い。だって走り屋でやってますって言ってもビップカーみたいな車っていっぱいいるでしょ。まあ確かに、クラウンとかオニキャン切って車庫さんになっててドリフトやってるやつだっていっぱいいるわけじゃん。そうですね。でもいじり方的にはちょっとビップカーっぽいでしょ。だからビップカーっていうのは本当枠がすっごい広いし、敷居もめちゃめちゃ低い。もう誰でも入れるし、すぐ作れるし、定義もそんなにない。で、その要は US カスタム系ってやっぱ限られてる。じゃあ例えばローライダーね、ローライダーって言ったらもう車種がインパラだのキャデラックだのなんだろう、そういう車が初めにパーンと出てきて、でじゃあそういうこと、じゃあセルシオでローライダーやりてえんだっつったら、もうどうにか13インチのワイヤーを履かしてハイドロレールとかさ、そういうことしない限りローライダーとしては認められないわけ。昔はセンチュリーとかで、センチュリーとかプレジェントとかでローライダーやってる人もいたから、そういうのはじゃあどうやってやってるのっつったら、もう本当に13インチのワイヤーを履かして、でね、外装もグラフィックとか入れたりとかキャンディーで売ったりとかして、うん、ハイドロ組んでみたいなっていうやつがいたわけよ。
でもそこまでやったらやっぱローライダーじゃん。でもそのローライダーですっていう、要はね、ちゃんと自分で語るとこまでの敷居が高いわけ。ああ、そういう。そう。で、そのビップカーっていうのはもう昔から敷居が低かった。ずっと。ずっと敷居が低かったのにもかかわらず、J ラグっていう部類を作って、その J ラグっていうやつを敷居を低くしちゃった。だからビップカーと J ラグがもうごっちゃになっちゃったわけ。ああ、もう何でもいい。そう。で、ビップカーはもうさっきから言うと、車種のこだわりも特にないから、それこそじゃあレクサスとかできたわけでしょ。日本にそのレクサスがやってきたわけですよ。もともとはアメリカにはレクサスあったの。でも日本にはなかったの。それを日本でレクサスを展開しだしましたと。レクサスってビップカーじゃん。そうですね。で、高級車でしょ、うん、レクサスベースに18インチ、19インチ、20インチぐらいのホイール履かして、車高を下げたらビップじゃん。うん、そうですね。でしょ？US カスタムとかやってるような奴らから、右ハンドルの普通のノーマルのレクサスを持ってきて、ホイール履かして車高を下げました。いや、お前ビップじゃんってなるわけ。まあそうっすね。どこが US なの、うんうん、じゃあ US と US じゃ、その US とビップの違いは何ですか？レクサスをベースにするんだったら、右ハンドルのレクサスなのに、ちゃんと US 仕様にして、なおかつホイールとかもアメリカのメーカーのホイールを履いてるとか、うんうん、そういうのじゃない限り US カスタムにはなれないわけ。うん、まあ、US カスタムっていう枠に入りたいっていうことは、ただビップ、ビップになっちゃうけど、あ、やっぱビップっていうのは低いんだけど、その US カスタムっていうのは敷居高いの。あ、もうやっぱワンクッション上にその定義が決まってたから、あ、それを J ラグが下げたの。あ、 J ラグはいけない。じゃあもう J ラグがもう諸悪の根源。J ラグが一番の、そのね、悪の根源だね。こういうカスタム系はね。ただ、でもそのごっちゃにしちゃったから入り口が広くなって、うん、入ってきた人たちも広いの、多いの。あ、J ラグっていうものに対して入ってきた人たちも広いんだけど、山口をバンって広げたから。広いんだけど、うん、そこで J ラグとは何たるかっていう定義を作んなかったからこうなったんだね。あーね。定義はないんですか？いや、あるんだよ。あるんだけど、その定義をちゃんとこう説明してないから、うん、さっきも言ったけど、雑誌って教科書なわけよ、うんうん。もう昔は本当に毎回毎回雑誌を買って、うん、隅から隅まで、もちろん白黒のページも全部読んで、うんうんうん、一語一句逃さないぐらい全部読んで、全部ストックしてたからみんな。で、その車好きのやつらの会話の中でも、何々の雑誌の何ページぐらいに何々載せたじゃんって、あれなんとかだよねっていう話ができたから、何ヶ月ぐらい前の雑誌のさ、なんとか出てたじゃんみたいな、あれなんとかじゃねっていう話ができた。そうだね。ね、でも今絶対できないでしょ。できないと思う。ね、監督だってなんで NS マガジン一冊も買ったことないでしょ。だってないです。間違いない。死ねばいいね。最近の子はね、もうなんか、なんだろう、まあでも、まあインスタとか SNS でね、そう、まあまあね、そういうのに頼っちゃうから、だからね、そのやっぱ J ラグがそういう風になっちゃったから、だからスタンスなんかもそうなのよ。で、要はね、主催が要はアメリカ人だから US なんだってなっても、結局はそういうビップカーが、向こうはビップカーを求めてるから、うん、まあ、ビップカーを求めてるやつらがね、主催してビップカーがいっぱい来ます。当たり前です。別にいいじゃん、正解なのよ。そうだね。そこに対してなんかアメリカっぽさを求めたところで、うん、向こうは日本っぽさを求めてるんだから。間違いない。それが正解だ。今後だから、まあちょっと表記が変わったりとかするかもしれないね。そうね、まあ、そうですね、うん、で、監督のこの体に19インチのホイールを履かせて車高を落とすとどうなるんですか？それは、豚の四輪車あの遊園地にあるやつ、ハンドルついててさ、お金入れるとさ、そうそうそう、こうやってそうそう、それになる。ビップデブ。そう、ビップデブ。何、 NS マガジン買ったことない？まあ次回は買おうかな。うちに3、4冊ある。次回買う理由は分かった。次回は買おうかな。自分のが出てるからね。そう、最近の子はね、お勉強しようとして雑誌を買うんじゃなくてね、そう、自分のこの間行ったイベントに俺映ってるみたいなね。結果、結論どこまで行ったんだっけ。結果、結論、J ラグが悪いって言う。いや、まあ、ってことで、スタンスとはなんだっていう話だったんだけど、結論から言うと、J ラグが悪い。そういうことでいいのかな。そういうことで、そういうことでいいんだよね。そういうことでいい、うん、多分、雑誌ないから。そう、私ね、ほぼ雑誌ないんですか。雑誌ない。もう J ラグの雑誌もなくなったから。もう J ラグの雑誌はね、ない。そうそう。なんかでもそこに品にいっぱいありますよね。それだから前のでしょ、昔のでしょ。もう J ラグが悪い。だから、まあ、スタンスとはなんだの結論は J ラグが悪い。
私は多分ほぼうなずいてるだけで終わった動画ですということでご視聴ありがとうございましたチャンネル登録とグッドボタンよろしくね。スペースバイビー。